ちょっと試運転いいっすか。単突ナビはマジ変わるんだよ。行くで。一突宿女の距離感。弾丸を消費することでエネルギー回復してクールダウンが減る。どうなるんだろう。一突弾丸を使うとエネルギー3回復する。3つ使ったら9回復する。でさらに1秒クールダウン減るのかな。3つ使ったら3秒減ります。爆発のクールタイムが15秒の60族なんですけど、でもクールダウンも弾丸一気に使ったらもう9秒とかになっちゃうんかな。めちゃくちゃ爆発の回転は良くなると思うが、みんながそばにいて、よいしょ。でもわざわざ星座進めるほどではないかなって感じ。いくぞ。弾丸使って、はい、減ってクールダタイム、もう一回弾丸使ってクールタイム減って、あっ、あら、めっちゃ爆発回るやん。はいはいはい、悪くはないな。ここに弾丸管理に貢献って感じか。はいはいはい、強いね。いやさすがにヌビレットの一突とかリオセスリの一突に比べたら影響度低いかなとは思ってしまうんだけど、悪くないね。クールタイムが一気に3秒減るのが気持ちよすぎる。オッケー、大体分かった。一突、よしよし、二突いきます。これ いっちゃうんだけど、だいぶやばい。回心率 36% 上がる。弾丸を消費した分1個につき回心率12、24、36% 上がる。これやばいっす。もう二突してるたらもうあんまり回心率じゃなくていいよな。確定回心ですね、二突で。ダメ238、めっちゃいい気がする。2突がやばい、マジで。なんでこの性能でスキル2回打てるんだよ。ナビアは、まあ、多分ちょっと昔の原神ならスキルが2個になるが、星座の豪華やったな。全力攻撃。ちょっと前の原神なら、やっほー、ね、24、え、ちょっと火力出すぎちゃう。料理の時間だ。火力出すぎ。天道ワクワクした。 あんまワクワクさせんなよ。21万出る。これ爆発もあるでしょ。ナビア弾丸拾って、34万。あらららららら ら, ら。ちょっと元素エネルギーだけ回収させていただきまして、気持ちいいな。からのここで3突ですよ。実業家の対局感。スキル倍率が今無突で 1420% あるんですけど、これが 1.2 倍ぐらいになります。1678%になりましたね。うん、まあ 1.2 倍ぐらいになってるかな。じゃあ行くか。169,000、うん、避けられる。23万、うん、ベネバフが切れてるわ。料理の時間だよ。実感しづらい。ちょっと待ってね。ファイヤー、ベネバフ残ってる。あ、35万、やばすぎ。もう感覚おかしなるわ。9秒でこんなに出されたら。ここにある。いいね、35万出てるね。常にダメチャリ火力。いや、それなんだよな。え、でもやっぱめちゃくちゃ強くなってるけど、でもやっぱ私無凸でも十分パワー感じるな。ナビア、なんだこのぶっ壊れ。いや、もうナビアはマジで結構やってるよ。でここからさらに、まあ、4凸で岩耐性20下げて、まあ、貫凸で回心ダメ 135% アップのダメ押しを手に入れ、私は今日ナビアで100万ダメージのダメチャレに挑戦したい。星座進めますか。4突岩耐性が下がる、まあ、強いね。岩耐性下げる効果少ないから。5はもう弱いです。5で止める人はいない。貫凸回心ダメが 135% 弾丸上がります。さらに3個返ってきます。よし、じゃあ行くぞ。弾丸が4個の時とか5個の時、6個の時に使うと弾丸が3個返ってくるんですよ。ナビア貫凸効果は見てみたくない？結晶化反応もいっぱい拾えるし、ビビアン君に実験台になってもらおうかな。ビビアン君さ、君体力多いし強いんだって。それはナビアがいなかったからだよな。来た来た来た、弾丸溜まって、ナビアがいなかったからだよな。しめ31万、あれ意外としょぼい。ちょっと待って、避けられる。51万、強っ。え、でも100万ダメージどうやったらいくんだ。グロシを使えばいけそう。でも50万ってでもやばいな。でもやっほー。50万やばいな。でも冷静に考えて死ね。あのビビアンがクソ強いのに、なんかちょっと強いかなぐらいな感じで倒せてるんでやばいな。いくぞ。弾丸は十分ある。フリーなスキル爆発、テンション上げて、ベネットで炎元素粒子拾って爆発切って、竜殺しを乗っけて1秒炎元素つく。くっそー、
我が人生に一点の悔いなし。あー気持ちよかった。見た108000。気持ちいい。いやいいね、これが監督ナビやよ。高評価よろしくお願いします。